タレントのラサール石井さんは、立憲民主党の野田元首相が関西を維新、関東を立憲で調整すれば接戦区でも自民党に勝てるとの発言に苦言を呈した。ラサール石井さんは、勝手に決めるな。自分とこの議席が増えれば何でもいいのか。野党第一党にしてやった票を返してほしい。とのこと。それに対してコメントでは、国民代表みたいな言い方してるけど結構ずれてる。自民党の議席を減らしたいので現実的な方法としては仕方ない。とか、ラサールさんが押す党なんてイメージダウンも甚だし、批判ばかりでラサール高校もいい迷惑。などの意見があった。まあな。野党第一党にしてやったって何？ラサール石井さんってそんな力あったんや。まあ多分やけど立憲に投票したけど今は立憲維新以外の野党支持者の気持ちを代弁してくれてるんやな。誰が言うてんねん。あと野田さんって消費税上げた人やん。あんまいいイメージないけど、自民党に勝つためだけの発言で終わらんとってほしいな。